2019年9月までの駅舎ビルワ駅は、北海道川上郡手塚賀町技ビルワにある、北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は B65。電報略号はルワ。1977年のビルワ駅と、周囲約500メートル範囲。上が、網走方面。千鳥式ホームに面に線と、駅裏側に副本線、駅舎横の網走側に、 貨物ホームと引き込み線を有している。貨物列車が副本線に停車しているが、駅裏のストックヤードには扱う貨物の姿がない。この後、貨物荷物取り扱い廃止後に、貨物線がすべて撤去され、さらに無人化に伴い駅舎ホーム側に防線化されると、ともに撤去された相対側ホームの釧路橋へ、補線車両用の待機線が敷かれた。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語に由来するが、諸説あり特定しがたい。由来となった語について、アイヌ文化研究者のサラシナ・現像は、現在のビルワさ山を、避けた山を意味する、ペケヌプリアルイは、ペケーワと呼んでいたことから、そこから流れる小川が、ペケーワナイと呼ばれ、それが、ペレーワナイペルアと点火し、 現在の字が当てられたとする説を提唱し、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源でも同説が紹介されている。このほか、岩中より清水が湧き出していたことによるペルアやペルアーンペなどとする記述もある。短式ホーム一面一線の地上駅。旧上り本線が使われており、かつては下り本線。 福本線及び貨物ホームを有していた。マシュ周駅管理の無人駅である。現在は、車掌車駅舎。旧駅舎は1986年10月、駅舎の取り壊しを条件に公開入札が行われ、手鹿賀町の建設会社社長によって、落札、解体された。2015年9月に塗り直される前の駅舎、2019年9月に塗り直された後の駅舎は、 手鹿が町立ビルワ小学校の児童によって描かれたものである。待合室は、クラブ活動の研究発表掲示、周辺の花壇整備など、ビルワ小学校児童の手により維持活性化が行われている。駅から国道391号沿いにかけてに、ビルワの集落がある。ありがとうございます。